鎌倉殿の13人、日立国守を八田智家だ。今日は何だ。確かに俺は前回あの仕事を最後に引退すると言ったはずだが、実は案件が来ました。案件？八田智家に？はい。ちょっと待ってくれ。確かに俺の本体のメインチャンネルは登録者10万人以上のチャンネルだが、これサブチャンネルで、しかもサブチャンネルの中でも再生数低い方ですわ。その八田智家に案件。引退したって言われましたけど、いいですか？言われた仕事はやる。俺はそういう男だ。だが坂東に限る。誰からだ、その依頼は。今回案件をいただいたのは、寿カルビ田城さん。カルビ？もう鎌倉とか給食でも何でもないじゃないか。いいのか？見せてくれ。おう。うまそげじゃないか。美味しい給食のやつね。美味しい給食の方。ちょっと待ってくれ。これがカルビか。まあ確かに日本人の肉食というのは明治時代以降に本格化したと言われているが、まあ確かに坂東の武士たちというのは狩りを多くなっているからな。まあ神様への捧げ物という名目で肉を食らうこともあったら、だがカルビというのは初めて聞いた。ないなに。美味しい焼肉を自宅で味わっていただきたい、そんな思いで生まれた。お子様から大人まで楽しめるカルビを扱う牛カルビ専門店。特徴1、2種類の味からお選びいただけます。芳醇な醤油の香りが楽しめるタレ漬け牛カルビ。タレ漬け牛カルビ。そして濃厚な味噌味を感じられる味噌漬け牛カルビ。味噌漬け牛カルビ。ちなみに鎌倉時代にはまだ味噌はない。いや、なくはないかな。あったのかな、あったかもしれない。だから味噌っぽいものはあったような気がする。解凍して焼くだけの簡単調理、ご家庭で簡単にお召し上がりいただけるよう全ての商品に味付けをしております。冷蔵庫で自然解凍をそのままフライパンで焼くだけ。ありがたい。正直この企画は料理が結構大変だからもうやりたくなかったんだ。焼くだけならありがたい。そして好きな時に味わえる。食卓はもちろんバーベキューや友人同士でのパーティーで大活躍。御家人たちの集まりでも大活躍。本格的な焼肉店のクオリティの美味しさをご自宅で存分にお楽しみいただけます。冷凍状態でお届けするので日持ちも長く、お好きなタイミングでいつでも食べられます。至れり尽くせりじゃないか。いざ美味しい給食。肉だ。告白しよう。私は一人焼肉が大好きだ。ああ、焼肉ちゃんと名付けたい。早速焼いていくぞ。てか火つけとけばよかった。鉄板温まってないんだけど。クヌギを使う。よく燃えるはずだ。しかも田城さん、ありがとうございます。トングまでセットで。ありがたい。こうやって置けるのがいいな、ここ。置けるんだよ。ああ、気が利くじゃないか。これ油とか引かなくていいの？油なんか引いてますね。
まあ普通引くよな、まあ牛脂とかな、まあ、でも特についてはないから大丈夫だよ、うん、多分大丈夫だろう。さあそろそろいいんじゃないか。タレと味噌を同時に焼いていく、それが俺の焼き方だ。よし、おい、いいじゃないか。おい、ああ、油の弾ける音が、いいぞいいぞ。ああ、味噌が、これ大丈夫か、これ一番上だけめっちゃ味噌かかってる。ああ、味噌も焼けく、ああ、油がなくても全然大丈夫だ。こっち焼いていこう。ああ、いいじゃないか。うわあ、いいじゃないか。おい、ちょっと火強すぎるかもしれんが。焼けてるぞ、おい。焼けてる、焼けてる。ああ、いいじゃないか、これが。ちょっと待て、火が強い。火が強い、強い、ちょっと待て。火が強い。おいおいおい、薄切り肉だからあっという間に焼けちまうじゃないか。ああ、いい。これはうまそうだ。じゃあタレからいただこう。ちょっと皿がこれ焼肉屋のあの3つのレモンとか入れれるやつだけど、もう味ついてるからな。ちょっと他にくれたのがなかった。いただきます。うわ、うまそうじゃないか。ちょっと聞いて。うまい。タレの味が、甘すぎず、辛くもなく、ちょうどいい肉の旨味を引き立ててくれる、ちょうどいい甘辛さのタレだ。これならお子様でもお父さんでもお母さんでもおじいちゃんもおばあちゃんもみんな食べられる、ちょうどいい味だ。こっちは味噌だ、味噌をいこう。うまっ。味噌うまっ。味噌うまぁ、まあ、戦国時代は携帯食として味噌は重宝されたが、いや本当に味噌を発明した日本じゃ偉大だ。うますぎる。ちょっと待って、ちょっと待って、ここ焦げちゃう。ちょっと待ってくれ。だが焼肉といえばやはりあれだな、悪魔の液体。やはり焼肉といえばこれだ、悪魔の液体。ちょっと泡が多すぎたな。これを鎌倉に肉を食らって、ビールで一気に流し込む。ああ、キンキンに冷えてやがる。悪魔的だ。うますぎる。別の人つハッタさん、どうした。俺の中の藤原竜也が目を覚ましたようだ。続けていくぞ。モノマネもやってまた別のモノマネをかぶせられます。そしてやっぱり焼肉には白米だな。まあ当然鎌倉時代の米といえば玄米。白米が主流になったのは江戸時代以降だな。そして江戸の人たちが贅沢に白米ばかりを食べるから、ビタミン不足で脚気という病気が流行って江戸患いと呼ばれた。中世は玄米を食べているから栄養が不足しなかったんだ。まだ今回は焼肉、焼肉にはやっぱり白米だな。設定よりも欲望を重視した結果だ。バウンドさせて、おお、跳ねてる跳ねてる。白米の上で肉が喜んでるぞ。よし、これ一気に一緒にやる、一緒に。ご飯にひげが入っちゃったじゃないかよ。うまい。ちょっともうひげいいや。うまい。
やっぱ焼肉とライス完璧だな。うん、肉甘とこれ味噌が合う。味噌だれと米、やはり味噌と米は日本人の魂を潤してくれる。うん、ファンタスティック。エボシを落とすまでがゲイみたいな。ちょっとハッタトモリの美味しい給食、今回はことぶきカルビ田城さんから案件でやらせていただいたが、お世辞抜きにうまかった。もしこの動画を見てハッタトモリに食レポをしてほしいという人がいたら、いつでも食材を送ってくれ。ことぶきカルビ田城さん、本当にありがとうございました。概要欄の方にことぶきカルビ田城さんのホームページのリンクが貼ってあります。今なら2パック以上ご注文で 250g 増量キャンペーン中。悪魔的だ。しかも全商品送料無料。ぜひ皆さんもことぶきカルビ田城さんで美味しい焼肉を食べてください。ハッタトモリでした。